職業指導は職業に就こうとする個人に対して職業選択や職業適性に関する支援をする活動のことである。職業安定法の第4条第4項における定義によれば職業指導とは職業に就こうとする者に対し実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法によりそのものの能力に適合する職業の選択を容易にさせ、 およびその職業に対する適応性を増大させるために行う指導を言うとされている。日本では一般的にこの定義が広く用いられている。なお、職業訓練は一般的に特定の職業に対する実務的な訓練であり、職業指導とやや異なる概念である。職業指導は就職指導、進路指導、キャリア教育と同義と考えられることもある。 一方、人間にとって職業が重要であることを踏まえて、職業に就くことを志し、職業を見つけて、必要な訓練を経て、職業に適応していくという個人の一連の家庭全体を支援することが、職業指導だと考えられることもある。日本における、職業指導は公共施設だと、公共職業安定所などで行われている。また、教育施設や児童福祉施設なども、 職業指導を行っている。職業紹介、職業指導は社会運動の一つとして19世紀末から20世紀の初頭にかけ、米国で起こった。20世紀初頭、米国の高工業生産は世界トップとなった。しかしそれは急激な成長によるものであったことから、米国社会は多くの歪みを抱えることになった。特に工場労働者、 地労働者の急増、都市への人口集中、さらには移民労働者の大量流入による多民族化による差別の激化、失業、貧困、都市のスラム化などが問題となった。これらの問題に対応することが、米国社会全体として求められた。多様な対応が求められることから、試行錯誤がなされたが、職業の点で、初めてそれに、 理論的根拠を与えたのは F パーソンズであった。パーソンズは実践と経験に基づく職業紹介と職業指導を行った。その内容は特性因子理論、世界で初めての職業紹介、職業指導の理論として2018年現在に至るまで有効な理論として定着している。日本での職業指導は米国より大正時代に輸入されたことに起発する。 1920年には、公設の専門機関、大阪市立職業相談所で、翌1921年には、東京に、中央職業紹介所が新設され、さらに職業紹介法が制定された。また、職業指導の要は学校であることから、1922年、頃から各学校での就職指導が始まり、その指導員の要請が重視され、1924年には、 東京高等市範学校において、日本初の職業指導の講義が始まった。1926年11月、文部省訓令第20号、児童生徒の個性尊重及び職業指導に関する、県及び時間通帳が発令され、学校での職業指導における指針、内容が明示された。これに基づいて、学校に向けての児童生徒の適性を考えた。 職業指導の啓蒙がなされた。しかし、第二次世界大戦が近づくにつれ、戦争のための労務計画に基づく強制的な労働人材の振り分けがなされるようになり、いわゆるメッシ暴行に向かうことになった。1943年に国民学校で職業指導課が設立されたものの、もはやその頃には、戦況悪化により授業どころではなくなっていた。 第二次世界大戦後の1948年、職業化が発足し、職業指導が行われ始めたが、1949年5月には、職業、家庭化とする通達が文部省よりなされた。1951年の学習指導要領改定により、職業、家庭化での職業指導の役割は、特別教育活動に徐々に移っていった。 1953年には各学校に職業指導主事を置くことができるようになったが、ここで財政的な事情により、職業指導の教員免許がなくても、教員免許を有するものであれば、誰でも職業指導主事に任命できるものとされ、さらに1958年の学習指導要領改定で、中学校で職業、家庭科が技術、家庭科とされ、職業科は、 消滅、職業指導は、進路指導と名を変えて、全教員によって実施されるものとされ、教育職員免許法上、職業指導の免許はあるが、特にその免許を持っていることを要求する、教員採用数が激減することになった。そしてこのことが後に、特に中学校、また高等学校での、深刻な職業指導の素人とかを招くことになった。 2017年11月の教育職員免許法改正において、小、中、高等学校の教員免許の取得要件に、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法が追加され、全教員に進路指導の専門知識を持たせることが義務付けられ、全ての小、中、高等学校学校に職業に関する専門知識を持った教員の供給がようやく開始されることになった。 教育職員免許上の授与申請にあたっては、教育職員免許法施行規則で、下記の教科の取得要件として、職業指導の科目区分を履修することが定められている。職業指導家の免許もあり、下記の科目区分を履修すれば取ることもできる。しかし、主免許で取る過程も、教員採用試験で募集されることも皆無であり、取得率も0.0%と極めて少ない。 また、職業訓練指導員の免許取得にあたっては、職業能力開発促進法施行規則の別表、第11に定められた指導方法の科目内で、生活指導の一部として、職業指導の内容を取り扱うほか、訓練生の心理において、職業指導に関する心理学を、職業訓練原理において、職業指導にも共通する内容を取り扱っている。 高等学校の教科、福祉にも教科に関する科目の中で職業指導の科目区分設定があるが上記の教科のような職業指導単独の科目区分設定ではなく社会福祉学の科目区分設定となりこの区分に入る履修すべき科目の中に職業指導の内容を包括していれば良いことになっているこのためこの区分で履修取得すべき単位の講義科目名として 社会福祉言論のような形とし、講義内容に職業指導の内容が一部に含まれていれば条件が満たされることになる。なお、高等学校で普通教科、専門教科ともにある情報の場合は、教科に関する科目で設定されている科目上、情報と職業という科目区分が存在するが、本校で述べている職業指導そのものを指すわけではなく、 別物とされる。救免許法では、思考規則上を4単位以上とされていたため、4単位科目として設定されている教育機関が多く見られるが、2000年度以降、入学者は思考規則上1単位以上とされており、これ以降に、当該教科の過程が解説された教育機関では2単位科目で設定されている場合も、ある。また、 カリキュラム変更に合わせて4単位から2単位に減じた教育機関も一部で見られる。なお、常述の教科以外の免許取得の際、読み替え等により、教科または教職に関する科目ないしは、教職に関する科目のうち、進路指導に相当する科目として扱われる場合がある。このため、一例として、経営学部などで1999年度までに、 大学に入学し、高等学校の公民と商業の免許上の単位を習得した場合は、新法への読み替えに伴って、学力に関する証明書上、公民では教科または教職に関する科目、商業では教科に関する科目として扱われる場合がある。このほか、社会教育主事人用資格の過程で、職業指導が科目設定されている場合もあり、 商業などの免許状が設定されていない学部、学科でも同等あるいは共通に職業指導が受講可能な場合がある。この際、例えば商業の免許状所有者が社会教育主事任用資格を得るために他大学に入学した場合は、職業指導を社会教育主事の科目として科目認定する場合がある。ありがとうございます。